ペンヌは、フランス、奥下にー地域圏、タルヌ県のコミューン。アベロン川左岸を見下ろす、岩の路頭の上にしがみつくようにしてあるペンヌの古い、村落は、ペンヌ城の廃墟が目を引く位置を占めている。タルイコールエイコールがロンヌ県と接している。鉄道路線のレクソスは、モントーバン路線が通っていた。この路線は1853年に工事を開始し1858年に、 開通した。この鉄道路線の旅客サービスは1935年に中断されたが、1940年に刷新され、1955年に完成した。現在、この路線は完全に取り壊され、大部分が県道115号線として使われている。ペンヌで発掘された、青銅器の装飾品19世紀半ば、ジャンバティストヌレは、 ペンヌにあるルキズオル・ダルマン洞窟を調査した。青銅器時代の発掘品数点がトゥールーズ博物館に保存されている。ペンヌ最古の領主の時代である580年、アルビ司教の聖サルビーの指揮の下で教会が建設された。12世紀から13世紀にかけ、現在の教会が建てられた。教会は東向きで村を取り囲む壁の中に組み込まれていた。 ユグノー戦争中の1562年、ペンヌの新京都たちとモンフランカンの新京都たちは、モンリュックの注意シャリーを退けた。オートー派とカトリックの狩領、ブレイズド・モンリュックは、ペンヌを攻略し、町の防衛を務めていた女性たちを含む700人の新京都を虐殺した。1568年には、新京都の狩領、フィリップ・ドラ・バスタンが、 カトリックに組みする町を攻めた。教会はこの時部分的に破壊された。宗教対立が薄れると、教会は奥下に風のゴシック様式で修復された。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。